チャオ、あっちゃんです。今日のあっちゃんのデザートタイムは、ファミマのパインフラッペピカチュウ、桃お酢混ぜる、これねフラッペができるってやつね。これねあこがね買ってくれました。ちょっと今日ちょっとねあっちゃんねお出かけしてんのよ。ちょっと外へ出かけててねファミマであんま暑いからねやったりですね。いただきます。やっぱり美味しい。じゃあね時間もったいないので移動しながらレビューしていきましょう。ちょっとね、いろんなとこ行かなあかんのよ今日。あっちゃんのお仕事副業でねちょっといろいろ出かけててね、ちょっとここはね初めて通る道よね。全然わからない。ナビ見ながらね移動してんねんけど。美味しいな。パインが好きね。タコパイン好きやね。パイン果汁 19%、 氷菓子、フィリピン製造のパインとでねできているんやって。美味しい。ちょっとねもうすでに微妙に頭が痛い。ついね、キューって吸ってしまってね、頭が痛くなるんだよ。うまいわ。さあ今どこに来てるでしょうかね。右方向です。はい、右方向ですよね。このね線路を渡って右方向、今ね近鉄の駅でございます。なんか今駅があったね。さあどこでしょうか。最大の園芸専門店やって、すげえ寄りたいな。これしょかっこいい。やばいやばい。実はねこの辺で家探しとったよ。今の家見つけるときにね奈良県いろいろ探しとって。この辺でも探してた。この辺はねちょっとだからよマンションがあってねとまでは言わへんけど7、8回やってるのはしょうがない。駐車料金が別やったかな。で地下室があるね、そんな家があるね。林すぎる、そう林の写真見たらすごいなんか微妙やった。地下室があるね、そんな家なの面白いやろ。ちょっと地区古かったけどね。車6、7台置けんのよ。